タジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。この時間はアビスパ福岡対名古屋グランパス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが現在は曇っているんですが、先ほどまでは雨がぱらついていました。アビスパ福岡がこの試合は 3-6-1 のシステムです。まあ、ポイントはやはり3バックでしょうね、はい、千葉に関しては人数がいるのでそれを生かしてどんどんプレッシャーに行けますからね、はい、あとはもう一つの特徴はワントップになりましたね。福岡のキックオフでスタートです。アビスパ福岡対名古屋グランパス、まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで悪い意識を持つことですよね。なるほど、では立ち上がり見てまいります。ハートリック、ここは競り勝ちます。ボールのどこのパス、さあ抜けた、さあカウンタースピードを上げたいところ、ハートリック、裏を狙っていきます。残りいいぞ、収まったフリーだ、シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。福岡絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もう使えない気がしますけどね。絶好のチャンス、ものにできません。前、岩崎、スルーパスを出す、いいボールだ、さあ来たか、抜けてくる、クロスをセンターに、いやー福岡ボール、コーナーキックです。このコーナーはどうだ、ボールが上がる、あー頭だ、まだある、どうだ、こぼれた、いやー、ヘディングでした。タイミング合いませんでしたね。今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどね。序盤ですので、じっくりそのバランスを見極めてほしいですね。コーナーキックです。さあどうだ、ヘディング、いやファインセーブです。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。チャンスを迎えたシーンがありました。スルーパス、もういい形じゃないですか。さあシュートレンジだ、チャンスを演出できるか、サイドへ野上、右サイド上がっていく、来ましたよ、中人数揃っている、枚数いる、中につなぎたい、グッとスピード上げてもよかったんじゃないかなと思いますけどもね。キーパーから前線へと、これはつながりません。サイドを縦に走らせます、いいボールですね、もうこれいいでしょ、シュート、名古屋は先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。福岡は相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。もうこれいいでしょ、どうだ、シュート、先制、アビスパ、いやー岩崎、ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや素晴らしい展開でしたし、迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。さあ福岡先制1対0です。
1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね。これはどうだ、シュート決めたい。これはクリア、おいい形ですよ。さあ来たか、ここで丁寧にコントロール、仕掛けるか、ゴールに向かっていく、どうする、岩崎、どうだ、ハートリック、ここは対応します。さあカウンターのチャンスになります。裏のスペースを狙う、いけるか、投げるようなボールタッチ、スルーパスを出す、これいいでしょ、シュート、きた、一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出したボールがね、非常に効果的ですよね。森島、彼にボールが収まると前線の選手もいい位置でもらおうと動き出しますよね。そうですね、明らかに彼が持った瞬間から周りがスイッチ入ってますからね。決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ここで受けて大きく縦へ、素早いパスで攻め上がっていきます。ここは通しません、内田、さあカウンターを仕掛けます、スペースを狙う、裏を狙っていきま す, いいボールです、ね、抜けてくる、森島へのボール、これいいでしょ、さあどうだ、シュート、まだある、危ないところでした、と非常に惜しいシュートでしたが、ここで前半終了の笛です。前半終え1対0、福岡先制してそのままリードで折り返しました。リードを奪えたのが良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつ、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。アビスパ福岡対名古屋グランパス、福岡がまずは1点先制して後半へと向かいます。後半スタートです。福岡としては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどね、はい、柔らかいボール、クリア、このピンチをなんとか出します。これはファール、注意に終わりました。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。これは直接狙える位置です。このセットプレーがね、さあどうだ、ここは通しません、ルーズになる、つなぎたいところだ、前、ゆるく狙ったボール、ここで受けて、このボールはカットされます。中山、ふわっと裏を狙う、もうこれいいですよ、裏へ落とした、シュート、おー、いやー、同点グランパス、素晴らしいゴールでしたね。ここで同点、いいですね、流れ来てますよね。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね、これは自信深まりますよね。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミングシュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。福岡はメンバーチェンジです。これで今日のゲーム面白くなってきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、はい、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、裏へ出るか、コーナーキックです。このコーナーはどうだ、ボールが上がる、キーパー触る、このクリアボール拾いたい、
ここで受けて、もうこれいいですよ、中上げる、来たか、シュート、うわー、菊池カウンターを仕掛けていきます、入るか、来たか、来ましたよ、仕掛けるか、抜けてくる、来た、勝負だ、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。奪ってからするとい攻撃ですよね。ボールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。名古屋はここで選手を変えます。さあ名古屋、2人の選手を入れ替えます。キーパーからのロングフィード、おいい形じゃないですか。この柔らかいパス、うーん、このパスはキーパーへ。稲垣、裏のスペースを狙う中山、ここで前を向けるか、ふわっとスボール、このボールに触ります。いや前、名古屋が先ほどからどんどん人数をかけて前線でプレッシャーをかけに行ってますね。そうですね、相手のバックラインまで積極的に行ってますからね。はい、北澤さん、そのような高い位置でボールを奪えれば一気にチャンスになりますものね。なりますね、ショートカウンターですね、うん、まあそのためにはただ人数をかけるだけではなくて、はい、チーム全体として連動して相手のパスコースを突破していかなければいけないんですよね、うん、そうなるとかなりスタミナの消耗が激しいので、はい、一人でも足が止まるともう連鎖的に苦しくなってしまいますよね。ポイントとしてはいつまでこのハイプレスが持つかですよね。そうですね。野上、スルーパス、ここ来ましたよ、さあ抜けた、ここで収まる、裏へ届くか、フリーだ、来た、シュート、長いし、いや名古屋このビッグチャンスものにできませんでした。いや緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね、今日のゲームは。福岡、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネージメントを頭に入れておいた方がいいですよね。さあどうだ、福岡はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。大きくサイドチェンジ、さあつながるか、緩いボール、ここはキーパー処理しました。福岡、起点となるアクションが欲しい。ここはファールです。福岡は選手を変えるようです。さあ福岡、同時に2人の選手が入れ替わります。さあフリーキックのチャンス、どうだ、ここ拾って次につなげたい福岡、ここは守りきるしかないでしょう。内田、これはどうだ、これ出る、さあどうする、上げる、このクリアボール次へつなげたい、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。パスをつなぎます、亀川、福岡としてはもう残りこの時間でなんとかしたいところですよね。縦へのボール、さあカウンターのチャンスになります。仕掛けるタイミングを図る、チャンスを演出できるか、さあどこに出してくる、もうこれいいでしょ、さあシュート、クリアです。大事に行きたいですね、ここ。さあ来たか、内田、名古屋展開していけるのか、残りでしょ、シュート、いやいやいや、ナイスセーブ、いやキーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。試合終了、1対1引き分けに終わりました。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。福岡としては意識していたかどうか分かりませんけども、後半ちょっと守り気味に動いてしまいましたよね。もう少しこう積極的に攻めていってもよかったんじゃないかなと思いましたね。そうですね、ありがとうございます。
さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。1対1の引き分けで試合を終えています。